なんとバスケットボール。あそこの穴に落ちることができれば景品ゲット。難攻不落のディズニーゲーム今始まります。こんにちは、サトシです。まずこの磁石みたいなクレーンでキャッチして、ストップボタンないですね。でボールバウンドさせてあっちの奥に行けばいいんでしょ。奇跡みんなコールガン。どういうこと。危ない。この真ん中を持っても真ん中を持ってもてっここからでしょ。カモンカモンカモン。惜しいっちゃ惜しいけど、あれが限界だと思うんだよね。バスケがしたいです、安西先生。シュート3ポイント、シュート。新アフトラクションを1000円目。新たな運が試されるジャム。もう500円6プレイやっていきましょう。まず風船ガムをキャッチします。ナイス。風船ガムをキャッチし裏のレールに行きます。裏のレールからのピタゴラスイッチ。このように元通りになるんです。これを繰り返していきましょう。このシリーズのガムで一番ブドウが僕は好きですね。ピタゴラスイッチ、ジャムはピタゴラスイッチ、ザワザワピタゴラスイッチ、ピタゴラスイッチ。わっちょい、今のな今日一じゃ惜しかったのにな。6回目、もう取るとこはないっす。これで掴めたら奇跡ですよ。ですよね。ということで次の台行ってみましょう。棒で刺して入れるタイプ。1回100円です。500円6回というシステムはないです。わあ、横幅合ってた。奥行きか。はいほっはい。こういうのどっちかがずれるっていうタイプあるけど、1回100円の3色スライムやっていきたいと思います。もうね、みんな混ざりつつあります。やっていきましょう。3色スライム L です。ここでダブドリで、ダブルドリブル。お願いお願い、引っかかって。やった、ナイスゲット。もう3色だけどほぼピンクみたいな。下にめり込まない。あー厳しい。これまでかっていうぐらいだけど、よく取れたな。これラストの挑戦。おいなり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 。発動タイミングわかんない引っかかる。さあ3色スライムエール、これ駄菓子屋とかになんかありそうな感じがしますね。これうわ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 、やばやばいやつ。こんなん、お、ふんだ。うるおいがすごい。それでは以上、ボツ動画でお会いしましょう。グッバイ。はい、それではフライティングしていきたいと思います。エクササイズですね。腕張ります。はい、見れば。はい、構造なしで頑張ってみてください。はい、一応これが練習なので、これです。はい、もうじゃないです。スピード上げると、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 スピード上げていったら多分もしかしてできるかも。これマックスですね。いやこれきつい。きついです。きついです。下がきついです。はい。むずいというか体勢がきついですね。下。上は楽なんですけどやっぱ立つんで。きついですね。あ、これ
確かまっちゃんがやってたんだ、松本人志。タコスクイーズ、遊び用タコだって。このタコをね、乱獲できるのか挑戦していきたいと思います。1回100円ですね。で、これがテクニックでは不評だったんですね。どうでしょうね。あー、厳しい厳しい厳しいですわ。あと1回やっていきましょう。カモカモン、カツタコカツタコ。そうすると手前にトゥルっていくということで、以上、ボツ動画集でした。また次のボツ動画でお会いしましょう。次行ってみよう、氷山です。こちらに500枚メダル投入しました。こちらのゲームはですね、5枚から99枚までかけることができます。そして弾を転がして、これですね、だんだん上に上がって上に上がって、最後ジャックポットいければなーっていうやつなんですけれども、マックスベットやっていきたいと思います。はい、99枚、4セット、5セットできます。マイル、一気に終わりますから。アップ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 、さあ2回目の99、ポチッ。はいはい、よっしゃ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 、終わりますよ。第一段階突破、カモン、赤赤、カモン、あー赤、おー、あ、次カッ、はい、あー、いけ、やめてやめて。それではボス動画かもしれないんですけれども、氷山でした。好評であればね、またなんか違うシリーズもやりたいと思います。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。